今回使用したロッドですけども、サーベルマスター SS スティックのベイトが B608 の MLS、 スピニングが S608 の LS になります。どちらもセンターカットの2ピースになっておりまして、姉妹寸法が非常に短くて持ち運びが便利になっております。さらにですね、ティップ部分ですね、タフテックアルファソリッドを採用しています。これによってタチウオの小さなあたり、そして小さな絡みつきなんかをしっかりと捉えることができます。小さなあたりからどん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 食い込ませていく食い込みの良さも、このタフテックアルファソリッドでしっかりと再現できます。ブランクスにはハイパー X を採用しています。小さなあたりから強い引きまでしっかりとタチウオの引きをこらえてくれる、こういう特徴があります。スピニングとベイト使い分けですけども、スピニングモデルはどちらかというと浅場、そしてキャスティング用、ベイトモデルはどちらかというと深場用になります。次に今回使用したこちらがサーベルマスタードラゴンになります。一口サイズの点矢ということで、かける点矢ではなく食わせる点矢になります。重さがですね、20、30、40、50、60グラムとなっております。ですので非常にコンパクトに小さなシルエットで、フックもですね小さくなっています。これによってタチウオの口の中にフックを入れてしっかりとかけていく、そういう点矢になります。さらに餌を固定するための餌フックがついており、こちらの下の部分ですね、こちらの下の部分には潮が速い時、例えば水深がある時、こういった時にですね、重りをそのままポンとかけていただいて、深い水深、速い潮に対応できるようになっています。さらにこの交換餌フックですね、どうしても使ってるとですね、このフックの部分もタチウオの歯でどん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 傷ついてきますけども、これをですね交換で別売りでこの交換の餌フックがあります。ですので、ダメになった時は交換していただくっていうのがありますね。こちらが、リーダー保護用の専用シリコンパイプになります。このように伸縮性があって点矢の動きを殺さない、非常に使いやすい保護パイプになっておりますので、リーダーの方にぜひご使用ください。皆さんもぜひこれらのタックルを使ってタチウオゲームを楽しんでみてください。